おはようございます。ケンです。今週のテスラは本当に激動の一週間となりました。FSD の新バージョンからついに現実味を帯びてきたロボタクシー。世界各国で販売が急拡大しているモデル Y。そしてイーロンマスクさんの 前代未聞の報酬パッケージまで、まさに未来へとつながる動きが次々と起こっています。この動画では9月1日から6日までのテスラの重要なニュースを一気にまとめて振り返り、投資家にとっての意味やオーナーの方に直結するポイントをわかりやすく解説していきます。ぜひ1週間の振り返りとしてご覧になってもらえればと思います。最初に取り上げるのはテスラのコアとなる技術、完全自動運転 FSD についてです。 9月から10月にかけて、いよいよ新しい FSD のバージョン14がリリースされる予定です。これは単なるアップデートではなく、テスラの AI チームが構築しているニューラルネットワークの規模が、これまでとは桁違いに大きく進化したものです。パラメータ数が飛躍的に増加し、まさに次世代の自動運転へと踏み出す段階にあります。特に注目されているのが、 この FST のバージョン14がロボタクシーと同等レベルのソフトウェアになる可能性があるという点です。つまり将来的には 個人が所有するテスラでもロボタクシーと同じ水準の自立運転を体験できるようになるかもしれません。もちろん規制という大きな壁は残っています。しかしテスラが圧倒的な走行データと安全性を示すことができれば当局も無視できなくなるでしょう。もし予定通り9月にアップデートが展開されれば技術的な優位性がさらに強まり株価にも影響を与える可能性があります。さらにロボタクシーに関しては 大きな前進がありました。アプリが Apple Store で公開され、誰でもアカウントを作成して待機リストに登録できるようになりました。オースティンでは高速道路での走行も始まり、安全運転手の配置は助手席から運転席に移されました。これは法的な義務ではなく、テスラ自身が慎重に信頼を積み上げていくための判断です。そしてイーロン・マスクさんは2025年末までに 安全運転手を完全に撤廃する方針を明言しました。テスラは規制と調整を進めながら、いよいよ人が運転しないテスラという未来を現実のものにしようとしています。次に注目するのはテスラの販売状況です。今週は各国で驚くような数字が出てきました。まずは中国です。新型モデル YL が爆発的に売れています。 8月19日に発売されると、わずか12日間でおよそ12万件の注文を獲得しました。1日平均で1万件近い注文が入った計算です。ホイールベースを延長した6人乗り仕様という新しい提案が、中国のファミリー層のニーズにぴったりハマった結果と言えるでしょう。また、中国全体の販売も、8月は前月比で22.5%増加と回復傾向を見せています。前年同月比ではまだマイナスですが、このモデル YL のヒット がテスラのシェアを再び押し上げる可能性がありますそしてノルウェーではモデル y が累計8万1334台を突破し日産リーフを抜いて ev 市場最多の登録台数となりました しかもこの記録はわずか4年で達成されたものとなっております。韓国では8月に7974台を納車し、輸入車市場のおよそ30%を占める規模に成長しました。そのうち6683台がモデル Y で圧倒的な人気を見せています。さらにトルコでは1ヶ月で8730台を販売し、ブランド別販売台数で国内第2位にランクインしました。トヨタやヒョンデを上回る成果であり、モデル Y がまさに世界戦略モデル ホテルとして機能しているということを示しています一方でインド市場では苦戦が続いています予約開始後の注文は600件強にとどまり 高価格や輸入関税、充電インフラ不足が障壁になっています。ただしテスラはスーパーチャージャーや拠点の整備を進めていて、長期的な布石を打っている段階です。このように世界規模で見れば、モデル Y を中心とした販売は着実に拡大しており、テスラが依然としてグローバル EV 市場を牽引していることがわかります。では、ここからはテスラの未来戦略に迫ります。9月4日、テスラが発表したマスタープラン第4章は大きな話題を呼びました。 今回のテーマは持続可能な豊かさです。AI とロボティクス、そしてエネルギー技術を統合し、 制約のない持続可能な社会を実現するという壮大なビジョンです。具体的には3つの柱が示されました。一つ目は自動運転モビリティ。FSD を軸にロボタクシーを展開し、所有者に新しい収益モデルを提供するというものです。二つ目はヒューマノイドロボットのオプティマス。危険で単調な作業を代替し、人間がより創造的な活動に集中できる社会を描いています。そして3つ目が エネルギーソリューション、パワーウォールやメガパックを基盤に安価で安定したクリーンエネルギーを大規模に供給していく計画です。この発表に対してメディアやアナリストの反応は真っ二つに分かりました。テスラよりのメディアは理想的な未来像として評価。 AI とエネルギーを組み合わせることで人類に新たな繁栄をもたらす可能性があるとしています。一方でエレクトリックやテッククランチは厳しい評価を下しました。文章が抽象的すぎて AI が自動生成したようだと批判し、インサイド EV s は EV が主役から外れてしまったと懸念を示しました。僕自身の印象としては、 ファンとしては夢が広がりワクワクする一方で、投資家としてはやや不安も感じています。具体的な数値やタイムラインが示されていなくて、過去のマスタープランで未達成の項目が残っているということもまた事実です。つまり今回のマスタープラン第4章は、壮大な夢と、 現実の課題が入り混じった内容だと言えるでしょう。実行力が問われるフェーズに入ったということになります。続いてテスラが力を注いでいるもう一つの未来分野、ヒューマロイドロボットのオプティマスについて見ていきましょう。まず現状ですが、オプティマスはすでにテスラの工場で部品の移動やステージングといった作業に従事しています。人間のような複雑な動きはまだ難しいものの、限定的な用途では実用化が始まっています。さらに先日、 次世代のオプティマスプロトタイプが公開されました。外装はこれまでのブラックからゴールドに変更され、大きな印象を与えました。最大の注目点は、テスラの独自 AI グロックが搭載されたということです。実際に人間と音声でやりとりする様子が披露され、会話するロボットへと進化し始めています。また、構造面でも改良が加えられました。 従来は手首にあったアクチュエーターが前腕部分に移動され、ケーブルで指を駆動する仕組みに変わったことで人間に近い動作を目指していることがわかります。ただし今回の公開モデルはマネキンのようだとも指摘されていて、 実際にどの程度の稼働性能を持っているかは不明です。とはいえ、イーローマスクさんは最終的にテスラの企業価値の80%をオプティマスが占める可能性があるとまで語っていて、このプロジェクトが未来のテスラ戦略の中心に位置づけられているということは間違いありません。オプティマスはまだ道半ばではありますが、そのポテンシャルは非常に大きいと言えるでしょう。労働や生産構造を根本から変える存在になるのか、ここからの進化に注目です。 はい。では、ここからは、テスラ以外の動きや、周辺技術の進化について見ていきましょう。まず取り上げたいのは、テスラの電動トラック狭いです。現在、ネバダ州リノ近郊にあるギガファクトリーに隣接する新工場で、量産準備が進められています。量産開始は2026年を目標としており、既にペプシコなどで実証運用が始まっています。 ドライバーからは、静音性や加速力、エネルギー効率の高さが高く評価されていて、物流の電動化に大きなインパクトを与えようとしています。将来的には FSD を搭載し、自動運転による物流最適化まで視野に入れている点も注目に値します。 次にバッテリー技術の進化です。これまでニッケル系バッテリーは毎日の充電を80%までに制限するように推奨されてきました。しかし新型ニッケルバッテリーでは毎日90%まで充電しても問題ない設計に改良されたと発表されました。仮想ド材料の耐久性を向上させることで実現していて、すでに特許も取得済みです。 これにより、高性能だかデリケートというイメージから、高性能かつ気兼ねなく使えるパッケージへと進化しようとしています。そして、競合であるポルシェの動きも見逃せません。2026年登場予定の開演 EV に、ワイヤレス充電機能が搭載されると発表されました。駐車場にただ止めるだけで充電が始まる仕組みで、最大 11kW、効率は90%に達すると言われています。充電の最後のめんどくささを解消する挑戦であり、 よよりも一歩先に市販化ししうとしてていいる点で注目が集まっていまっすこのようにテスラ自身の技術進化と同時に競合メーカーの動きも激しくなっており EV 市場全体が次のフェーズに突入していることがわかりますでは最後に投資家の視点から見たテスラについて整理していきますウォール街のリサーチ会社パイパーサンドラーはテスラ株を買い推奨に据え置き目標株価を400ドルと発表しました テスラが自社でキャッシュを生みながら FSD、ロボタクシ、ー、オプティマス、狭いといった複数の未来プロジェクトを同時に進めている点を高く評価しています。さらに話題を集めたのがイーロンマスクさんへの報酬パッケージです。その規模は最大で 一兆ドルです。今後10年で設定された12段階の目標を達成した場合にのみ付与される条件付きの株式報酬です。その中には年間2000万台の車両販売、オプティマスロボットの100万台の製造、ロボタクシー100万台の展開、そして企業価値を8.5兆ドルに引き上げるといった非常に野心的な条件が盛り込まれています。この報酬プランの狙いはイーローマスクさんが長期的にテスラに関与し続けるということを確実 にする点にあります2018年にも大型報酬プランが提示されましたが法的に無効化された経緯があり今回の最低限にはその教訓も反映されています株価はこの発表を交換し350ドルに上昇しました市場はテスラが未来の ai やロボティクス分野に本気で投資をしている姿勢を強く評価していると言えるでしょう このように投資家の目線から見てもテスラは依然としてただの自動車メーカーではなく AI とロボティクスを核にした未来企業として期待されているということになります。 はい。ということで、いかがだったでしょうか今週のテスラは FST のバージョン14やロボタクシーの進展、モデル Y の世界的な躍進、オプティマスの進化、そしてイーローマスクさんの1兆ドル報酬パッケージまで本当に内容の濃い1週間となりました。一つ一つのニュースが、テスラが単なる自動車メーカーを超え、AI やロボティクス、エネルギーまで統合した未来企業へと進化しようとしているということを示しています。オーナーとしても投資家としてもこの変化は確実に大きい な意味を持つはずだと思います皆さんが今週一番インパクトが大きいと感じたニュースは何でしたかロボタクシーの本格始動でしょうかそれともオプティマスの進化ですかあるいは世界で存在感を増すモデル y でしょうかぜひコメントで意見を聞かせていただければと思いますはいでは本日の内容は以上です今回の動画が参考になったと思われたら高評価をよろしくお願いします僕の youtube は毎日発信しています僕の youtube をご覧になってもらえばテスラの情報はほとんど網羅すると思いますのでチャンネル登録がまだ まだな方はチャンネル登録の方をよろしくお願いいたしますでは今日もご視聴していただきありがとうございますテスラのある生活を楽しんでいきましょうではまた追伸です 本日は日曜日ですので、テスラのアンケートの結果を見ていきたいと思います。先週の結果ですが、テスラ株は先週末は333.87ドルで、今週末が350.84ドルということで、正解は上がるが正解となっています。では、アンケートの結果を見ていきます。今回は685票いただいております。ありがとうございます。結果ですが、上がると答えられた方が一番多くて59%で、この方々が正解となっております。では、次にコメントをしてくれた方の 結果を見ていきたいと思いますコメントですが7名の方が正解となっていますこのアンケートですが4週連続正解された方に今は社内で使えるカークリーナーをプレゼントしています Type-C ケーブルで使えるクリーナーですぜひチャレンジされてみてくださいそしてこちらのアンケートですが趣旨として 2つありますまずは株式投資の難しさこれを実感してもらうということです株式投資は株価予想など色々とあると思いますが実際に毎週毎週やることでその難しさがわかると思いますそして株式投資で上がるのか下がるのか それがわかる人なんていないっていうことも実感ベースでわかると思います。しかし、毎週行い、自分はこういった理由から上がると思う、下がると思うと、毎週毎週考えることで、自分の中の分析力も上がると思います。僕の YouTube では、テスラ株投資をされている方も非常に多く視聴されていて、投資をする際には何かしらの根拠や 分析をもって投資をすると思います。その時に毎週自分なりの分析をすることは役立つと思います。ぜひ僕の YouTube を通じて毎週このアンケートは行っていますので分析力アップ、そして他の方のコメントもぜひご覧になってみてください。そうすることでそういった視点もあるのかと勉強になると思います。そしてコメントを通じて参考になるコメントがあったらいいねボタンを押してあげたりコメントに返信されたりされてください。そしてコメント欄を通じてご自身の の株式投資のの勉強の場とししてて活用してもらえればと思いますということで、本日もアンケートしますので、ぜひゲーム感覚でも大丈夫ですので参加されてください。きっとご自身のレベルアップにも繋がると思います。締め切りは明日までです。はい、ということで本日も最後までご視聴していただきありがとうございます。素敵な一日をお過ごしください。ではまた。